皆さんこんにちは。本日はですね、セイントジェイコブスという町に来ております。こちらはですね、目のないと現代の力を技術をとかいったものを使わずに馬車とかに乗ってね、質素な暮らしをしている方たちが多く住む町なんですけども、すごいね、今日天気も良かったね。ちょっとこちらの方に足を運んで、まあ、どういった町なのかを観察しようかなと思ってきました。はい、これがね、メノナイトの象徴的な馬車と馬ですね、を使った生活をしている方たちですね。で、大体なんかちょっと昔ながらの衣装を着たりしてるのに、で、なんか黒ずくめのコートだとか、あとこちら子供ですよね、黒い帽子をかぶったりとか、まあ、ちょっとユダヤ系に近い、外見はしていると思いますけども、まあ、その方が多い街がこのセイントジェイコブスですね。で、やっぱりね、コロナで、まあ、ロックダウンはしてないんですけども、やっぱりちょっと街がね、閑散としてますわ。結構空いてるのか空いてないのか分からないんですけどもね。これが特徴的な、こちらカナダはね、今日の朝はね、マイナス26度まで下がったんですけども、まあ、ようやく気温も上がってきて、今マイナス10度ぐらいでしょうかね。でもこの晴天に恵まれた、すごい綺麗な景色となっております。で、この町のね、このちょうどこのストリートの裏側にハイキングトレイルもあるんで、ちょっとそちらの方お邪魔して、ちょっと自然と戯れて、で、この町の近くにファーマーズマーケットもあるんで、そちらの方もちょっと寄ってみたいと思いますね。これがメインストリートですね、セイントジェイコブスの。で、ナノメイト、もしくはアーミッシュの方が、ね、多い町だと聞いてたので、もう少しね、馬車とかがね、このメインストリートを走ってるのかと思ったら、そうでもなくて、なんかほんまに現代風のお店とかが並んでますね。近くにね、セイントジェイコブスマーケットがあるんで、ファーマーズマーケットですね、があるんで、もしかしたらそのアーミッシュだとか、ナノメートルの方だと、そちらの方で出店してるかもわからないですね。ここはほんまにごくごく一般的なストリートになってますね。あまり何もなさそうなので、早速ハイキングの方にでも行ってみましょうかね。はい、はい、早速ね、ハイキングトレイルにも入ってます。このね、ハイキングトレイル、結構好きなところで、ちょくちょくね、以前来てたんですけども、ちょっとこういう雪の詰まった中でのハイキングは初めてなんで、ちょっとまあいい景色を眺められるかなと思ってますね。ここがでもね、川なんですけどもね、完全に凍ってますね。すごいですわ。こんな感じですごいいい眺めが眺められます。ここに電車の駅があるんですよね。なんか調べるとね、ここからなんかツアーの電車が出てるみたいですよ。このセイントジェイコブスの街を探索するようなね。またチャンスがあれば乗ってみたいと思いますけども、なかなか渋いんですけどね。これはちょっと歩いて、歩きづらいわ。ビアレールカナダですって。
Oh my goodness. They are muskrat. So adorable. So cute. Oh my. あのね、夏にね、ここハイキング来てる時に何回かね、ここ実はやるカバーになってるんですけど、マスクラットっていうね、ちっちゃい、まあ、ビーバーに似たような動物がいて、泳いでたんですよ。で、冬はね、さすがにもう冬眠して多分いないなと思ったんですけど、今いましたね。めちゃめちゃ可愛い。しかもなんか雪の中でなんか食べてるのに、なんかカリ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 音をしててね、めちゃめちゃ可愛いですわ。なんかこれ貴重な映像が撮れました。めちゃめちゃ嬉しいですわ。あー、来てよかった。これがね、セントジェイコブスのこのハイキングトレイルの魅力ですわ。僕大好きです。もう動物がね、いっぱいいてね、ほんまにここ静まり返ってね、人気がなくて、本当に神秘的なハイキングトレイルできますんでね、ほんまに大好きです、このトレイルは。Okay, now I'm heading back to my car spot. So we are here, and then I think I parked my car at here. So we're gonna go back, and then now I'm getting hungry, and it's the farmer market is closer from here, maybe 5 minutes drive. So I'm gonna go get some food, and I go there and I'm gonna get some food. After this, I'm gonna stop by the another city and very popular and famous with Kissing Bridge. They have a covered bridge. And it's so nice, peaceful. Okay, so let's go get my car, go back.